主催者を代表いたしまして、公益財団法人日本美術協会会長、日枝久志がご挨拶申し上げます。常陸宮殿下のご臨席を仰ぎ、本日ここに第29回高松の宮殿下記念世界文化賞の授賞式が開かれますことは、誠に喜ばしく深く感謝申し上げます。受賞者の皆様、おめでとうございます。また遠路お越しいただきました国際顧問の皆様に心からお礼を申し上げます。この賞はここにおられる中曽根顧問、イタリアのディーニー顧問、アメリカのルアーズ顧問、ドイツのレーマン顧問、イギリスのパッテン顧問、そしてフランスのラッファラン顧問の6名の国際顧問の下に、各国の文化芸術界の専門家の方々が集まり、毎年の受賞候補者を推薦し、その中から日本の選考委員会が選考いたします。こうした国際的な共同作業によって、的確な推薦と公平な選考が行われたものと確信をいたしております。今年の受賞者の皆様は ご出身の国が大変バラエティに富んでおります。アフリカのガーナとセネガルから初めての受賞者が出たほか、イランとラトビアご出身のアーティストもいらっしゃいます。この29年間の受賞者は29カ国149名に上ります。私どもは国境や人種の壁を越えていく芸術の偉大な力を再認識しているところでございます。この賞がこのように発展することができましたのも、国際顧問をはじめとするすべての皆様のご協力の賜物であり、重ねて感謝を申し上げます。私は9月にアメリカのルアーズ国際顧問がニューヨークのジュリアード音楽院で主催された発表記者会見に出席いたしました。音楽部門の受賞者ユス・ンドールさんも出席され、会見の最後にご自分の歌を熱唱されました。ウンドールさんの歌には説得力と心に染み入る優しさが感じられ、会場の皆さんに大きな感動を与えました。21回目を迎えた若手芸術家奨励制度は、今年はアメリカのルアーズ国際顧問に担当していただき、初めて中東レバノンからズーカック劇団文化協会が選ばれました。私はニューヨークで同劇団の創設者代表のモヤ・ズブーさんに奨励金をお渡ししましたが、困難な環境の中で30歳代の若い劇団員の皆さんが演劇活動のほか、難民への社会心理的な支援活動を続けておられることに深い感銘を覚えました。今世界はさまざまな困難に直面しています。私どもは世界文化賞を通して世界の人々の心を癒し、心を一つにすることができる芸術の偉大な力と、それを創造する芸術家の皆様に感動と称賛の言葉を捧げ、芸術文化の一層の発展振興に努め、ひいては世界の平和と繁栄に少しでも寄与してまいりたいと考えております。今後とも皆様方のご支援とご協力をお願いして、私のご挨拶といたします。本日はありがとうございました。